こんにちは翔太です、えー、ちょっとですね、えー、遅くなってしまったんですけど、まあ普通にちょっと働いてましたね。えー、まあ新しく来たですね、大天狗見ていきたいなというふうに思います。えー、まず何性なんやろうな。そこからよね、もうちょっと見た目やばそうなんで、もうモノクロでいきますけど。何性だろうえ、牧師だと思ってるんですけど、もしかして武将あ、武将なの扇持ってるのに。 あ、武将なんや。あ、結局武将なんや。<laughs> あ、そうなんや。<laughs> いやー、な、見た目防止やけどな。あ、まじか。あ、おー、じゃあ取ろうかな。えっと、えー、じゃあ、まず奥義から見ていこうかなと思います。えー、大天狗と、えー、ま、あまだ見る、えー、丸イかな。位置的に。で、アーサー王、経過、関羽で、バリア崩壊、あ、バリア崩壊の方が1.5%ですね。で、大天狗、紫式部、大使命、トヨで、 仮の姿、えー、体力レベルかける20とダメージ反射3%パーつくという風な感じになってるみたいです、えー。それではまず武器から見ていきましょうか。えー、何が武器なんじゃおめんえ、剣持ってる嘘全然傷がなかった。剣持ってるどこにいあ見てもわからんな。<laughs> どこに持ってんだろう <laughs> これじゃないのこれ、この扇じゃないの武器。これ剣なんか、マジか。煩悩滅却 薙薙刀だっけこれ、まあいいやえー、っと MR の武器が、あ命中レベル ×320、攻撃力21%パー、筋力レベル ×280、なんか最近どっかで見たな、これ。ポセイドンと一緒か。命中か、なるほど。筋力ここにあるけど、どうだろう。えー、で、UR 線の武器が。 えっと、命中レベル ×280、攻撃力19%、筋力レベル二2 6 0なんかポセイドンのレ化版武器になってない筋力なんかレベルる2 0分低い気がする。うん、まあ見ていきましょうか、スキル。スキルいきます。おお筋力、攻撃力、筋力か。まあ先ッ端ブ見ていきますね。やんちゃな例が、攻撃力65%、あー、で、筋力レベル三3 6 0ありますね。えー、で、 えっと、ゲタの舞が、えー、HP65% 体力レベルかけて280300じゃないのあれ <laughs> 大丈夫かな筋力の2倍分敏騰ダメージをカットで、まあ一番下行きますね。あえー、ちょっと、えぇたったったこれがこ取る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 絶対取る絶対取るやっ マジかいやいやええ、えー、ちょっと,ちょっと落ち着きますね状態状態性50%物理関心ダメージ50%で筋力の3倍分攻撃力ダメージをカットで出陣時自身と筋力値最高の武将味方3名に強硬性ごと踏破性ごいやとちょっと待ってポセイドン何なんやじゃあ、えー、これで性ご解除しまくりやったらどうしようかな はい。えー、で、まあ、当派の能力としては、まあ、4ターンなんで、まあ、ダメージ60%カットと状態上対して40%を武将3名ですね、につけることができると、やば、あ自身と武将3名なんで、まあ、合計4名ですね。いや、これもう私にとってくださいって言ってるようなもんじゃないですか。えー、じゃあ、見ていきますね。えー、精霊覚醒のところが、権、えー、力値の2倍分、味方の貧しダメージをカットできますよというところで、まあ、結構弓正名の形にするのかな。えー、で あ結局、強襲状態もこのキャラクター、あガンガン付与していくな。えー、で、えー、戦闘終了前自身に解除不可の妖縁、要縁度、65%かー、ダメージカットと状態状態攻めし100%と、うん、ちょ、こっからどう伸びるかやな。まあ、投破もあるから意外とか、で、冷血に入ることで、回、えー、心率15%上がるっていうのと、まあ、敵の引き寄せを受けなくなるよという感じです。で、自身の党派と味方の強、砲状態が解除不可。 いや、これだって。いや、これだよ、これ。なんでポセイドンねあ、もう、なんだよ、これ。<laughs> 取るしかないじゃないか。で、えっ、ー、と、敵の引き先状態が、あ、2ターンよりお、あ、2ターンより多いから、3ターン以上やな、これ。書き方的に。解除不可になると。3ターンってどうなのちょっとごめん、何ターン付与すんの ?4 ターン付与するんか。え、なんか微妙やな。で、残り HP を、ん何これ。えっ、ー、と、残り HP を、 んあ毎回アクティブスキル、あーちょっとごめんなさいね。引き先き状態がターン数3、ン以上だったら解除不可で、毎回アクティブスキル発動前、強、え、襲、ー、状態の敵に流血罪悪を2ターン100%付与し、えー、残り HP を15%、えー、カットしますよと。はいはいはい。強襲状態の敵に、あ、流血状態を付与するんや。おお状態状態、セムシ100%から。 えで、えー、HP を15%さらに削ると。まあ、これはですね、えーまあ、残り HP の15%分を削るだけなので、大、まあ、したダメージなにはならないですけど、あのダメージ反射とか受けずにですね、ダメージを与えることができるので、優秀です。ダメージを与えるというか、まあ、HP を減らしているって感じですけど、えー、で、まあ、最大値としては最大攻撃力の5倍までですよというふうな感じです。まあ、ボス戦とかだととんでもないダメージ出たりするんで、まあ、それの対策ですね。えー、で、 あ自身に付与ってこれ吸収ですね HP、えー、吸収することができるで強襲状態を解除強襲状態を解除えあそうなマイターン何、えー、じゃあ強襲状態解除しああ同じ ちょっとパッと見、スキル1もスキル2も強襲状態不要だったんで、まああれですかね、あのー、強襲状態の敵を 2, 2名以上出さないようにするためにって感じなのかな。で、自身が致命傷を与えるたびに、自身の異常状態を2つ解除して、あ、20%も HP 回復するんか。あ、で、7世がない、自身に7世生後状態がないと7世生後に一旦入る。一旦か、一旦か。えー、まあ残りターン数の。 かけるえ攻撃力の15%、デメインステータスさ10%、回心率は15%上がりますよと、まあ、ちょっと一旦だと微妙ですけどね。えー、で、自身に生成語がある場合はターン数がプラス1と、あえ青天井ってことそれはやばくないえ <laughs> 10ターンとかなったらとんでもないことになるけどな。お僕、え、強っ。え、で、自身が撃破されたとき、4回復活可能。で、復活後は HP100% 回復して、等破成功に入ると。あ、5ターン入れるんや。もう、ポセイドのなんか上位互換みたいやな。<laughs> いや、マジか。もう取るしかないや。こんなもう取りますよ。これ私、私。余裕で取ります。やばっ。強っ。<laughs> 5ターンか。あ、ま、な、5ターンか。ま、なんで75%ダメージ 状態に対しては微妙ですね、正直言ってしまうと。で、えー、ダメージカットも75、マックスが75%と65%なんで、まあ、これ、ここもちょっと微妙かな。で、えっと、50%の確率で自身の付与した制御解除無視とかもないので、うーん、ないんですよね。まあ、ないので、あれなんですよね。 本田、あのー、戦うとかつけてもすぐ援護は剥がれてしまうっていうところでポセイドンポセイドンを強くしましたって感じだなほんまに今のところは、えー、それではですね、まあ、アクティブスキル見ていこうかと思います、えー、敵4名に800%の物理ダメージと筋力値の12倍攻撃力の80%のダメージが入ると最大じゃないね、えー、で最大攻撃力最高の敵を6回追加攻撃なんでまあ10回攻撃になりますで敵に強襲状態を、えー、3ターンですね100%付与とでこれどんなもん おおすごいじゃん。致命傷を受けたとき、タンスマイナス1。えー、必ず、えー、っと、まあ、我々の武将の攻撃目標となると。えー、で、えー、ダメージ反射80%下げるんや。それは結構でかいな。80%はでかいわ。で、ダメージも1.6倍になると。やば。えー、で、あー、HP 上限で勝っていれば回避率マイナス60%なんで、あの今の強い残余、 の回避率増加は無にすることができますね。で、しかもターン数に影響しないと。やばいな、これ。いや、とんでもないわ。やばすぎるわ。えー、毎回攻撃前、えー、っと、敵の有益を忘れ誤状態を2つ解除。で、えー、っと、引き先き状態に4ターン入ると。4ターンで、これでどんなもんえー、っと、 えーまあ、あの防御虫ダメージの火力が1.5倍になってあ、完全に予想通りだよな、命中されるたびにダメージ10ずつ増えていって、えーまあ、追加で50%というところで、まあ、あの防御虫ダメージが最大1.5倍から倍になりますよと、2倍になりますよという,ふうな感じですね、まあ、完全に予想通りでした、えー。で、全ての攻撃を味方6名を攻撃整合にして、 筋力値の3.5倍分攻撃力ダメージをカット。あ、で、知力口最高の味方を血清にするのか。えー、あ、HP40% 分ですね。えー、まあ、あのー、結成を付与することができると。えー、で4ターンですね。えー、で、自身の HP を総ダメージの35%分回復することができると。お強いじゃないですか。で、スキル2が、臨床、あもう弓所狙ってるな。あ、ちょっと待って、教習って誰狙ってる 毎回追加攻撃前だから、まずスキル1は最大攻撃力が最も高い敵に強襲状態をつける。あ、なんで、そもそもタンクには飛びにくそうですね、これは。で、スキル2は、敵臨地最高の敵を9回攻撃。毎回800%の物理ダメージと、筋力者の20倍。あ、結構でかいな。20倍も入るんや。えー、あー、ただ9回ちょっと少ない気がするな。えーでえー、っと、敵の遊撃を忘れ後状態を2個解除して、流血罪悪にすると。で、強襲も3ターンつけると。 あなのでスキル2は臨床値が高い敵を攻撃というか強襲をつけていくんで、まあ、弓将にを、まあ、優先的に、まあ、スキル2の武将の攻撃はもう弓将に飛びまくるというふうな感じみたいですねで自身の HP が50%以下の場合より低かったら HP をダメージの100%分変えあ,あいいじゃないですかで全ての攻撃を味方6名を夜投げ制御にして筋力者の2.5倍分臨床ダメージをカット、えー、で自身の異常状態を2個解除して えー、ちょっと待って自身の異常状態は2個解除して党派生後4ターン入るとはいはいはいでで武将味方自身は除くの党派の炭素プラス1あ なるほど。じゃあ、ポセイドンと組むと、ポセイドンの投破のターンも、まあ、でも、このスキル2を打つときだけか。まあ、そう考えるとそう、そんなに大したもんではないですけど、まあ、あの、投破成功のターン数をプラス、えー、伸ばすことができると。いや、ここ、これ、やばすぎでしょ。あの、投破成功ばらまくって。投破成功ばらまくって結構やばいと思うんで、まあ、これで味方の投破成功が剥がれなかったら最高でしたね。てか、やばすぎるか、それは。まあ、自身の投破しか解除できないので、いやー、強いな、これは。 えーまあ、強いんですけど、うんとまあ、武将メインの方、ってか七世なんやったんじゃ <laughs> 七世は、ハクタクでつけてからって感じなのかよ、この考え,考え方的には。七世のタ単数、あ、でも、七世剥がれるから、そんなにいいか、なんか、上振れればとんでもない火力にはなりそうじゃなりそうやけど。 っていう,ふうな感じですねまあ、ちょっと状態上態性は不安があるような感じではありましたけど、まあ、かなり強力なキャラクターだなぁと。特に武将ですね、複数名持っている方に関しては、持っている方というか使っている方に関しては、とんでもないキャラクターがやってきたなというふうな印象なので、私は普通におすすめしますね、これは。うん、いや、めっちゃ強いと思うわ。私はもう迷わず取りますね、これ。えー、っていうレベルです。まあ もうポ,セまあ、ポセイドンほど聖語解除はしないですけど、なんか性能的にはポセイドンの上位互換みたいな、上うん、まあまあイメージ。強法を重ねんといてほしかったけどな。うん、まあ、かなり強いと思うんで、まあ私はとりあえずおすすめはさせていただこうかなというふうには思います。まあこの教習でもタン,タンク無力化できますもんね、これ。 長老とと教習どっっちが優先されるんやろってところてこはありますけど、まあ、さすがに教習じゃないかなと思うんで、うん。まあ、楽しみに使っていこうかなというふうに思います。えー、今回の動画はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。